どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は限定調和で復刻するルアンを強化するなら、一凸と持ち公演水どっちがお得について解説をしていきたいと思います。復刻が近づいてきているルアンですが、その性能に加えて凸と公演水も強いので、常に持っている方は悩みどころになるのかなと思います。ルアンの性能は結構優秀な上に誰とでも相性がいいので、復刻のタイミングで強化を狙っている人も多いのではと思います。一凸と持ち公演水って狙うにしてもガチャの確率がありますからね、しっかりとメリットを抑えていきたいと思います。また動画を見てチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので、応援をよろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。まずは一凸と持ち公演水の性能をおさらいしていきたいと思います。まず一凸からです。一凸については、必殺技の結界が発動している間、味方全体がダメージを与えるとき、敵の防御力を 20% 無視するという性能になってます。必殺技の結界限定ですが、敵の防御力を 20% 無視できるため、発動するだけで簡単に火力を上げることが可能です。しかも味方全体となっているので、ダブルアタッカー編成でも恩恵があるのが嬉しいところですね。ルアンの EP 回復効率次第では安定した火力を提供できるようになっています。続いて、持ち公演水です。持ち公演水に関しては、装備キャラの撃破特攻 60% アップ、装備キャラが必殺技を発動すると、味方全体4ダメ 24% アップ、3ターン継続となってます。装備キャラの撃破特攻が 150% 以上の場合、SP を1回復。各ウェーブ開始時、味方全体の EP を10回復となります。重ね書きは不可ですね。持ち公演水については、撃破特攻が 60% もアップするため、ルアンの性能を簡単に引き出せるようになります。また一凸と同じで必殺技によって全体にバフをもたらしてくれますね。この他にも自身への影響も大きいので、買ってみただけでバフの豊富さが嬉しい公演水となります。他の公演水でいうと、記憶の中の姿と性能が被る部分も一部ありますが、それをさらにルアン専用に強化したという感じになりますね。どちらともルアンの必殺技に起因して効果を発揮するようになっています。味方全体の火力アップをする効果もあるため、かなり嬉しい効果かなと思いますね。ルアンが必殺技を発動するだけで味方のバフをまとめてもらえるのは本当に強い部分かなと思います。それでは一凸と持ち公演水を獲得した時にそれぞれのメリットを見ていきましょう。それでは一凸のメリットについてです。一凸に関してですが、メリットとしてはこんな感じになると思います。必殺技のバフが一つ増える。床ダメージ、持続、弱点撃破のダメがアップする。一凸をすると効果発動が必殺技に合わせれるため、簡単に発動ができるというのが一番いいところです。必殺技の発動の時は全体性貫通も付与できるので、火力アップをさらに伸ばしますからね。単純に攻撃が通りやすくなります。しかも必殺技中に敵の弱点撃破ができればダメージ倍率がさらに伸びますからね。かなり強いと思います。また必殺技が発動条件なので、残敗で足止めができれば味方が攻撃する回数を稼げますので、相性が良くなっています。また防御無視の性能に関しては、防御係数の計算で使用されるため、負荷ダメージ、持続ダメージ、弱点撃破の火力もアップ可能となってます。無凸の状態でもどの編成に入れても強かったっていうのがありますが、一凸はどの編成に入れてもさらに強くなるのが本当に嬉しいポイントというとこですね。特に持続編成や弱点撃破編成では、防御力ダウン系は火力アップとして優秀ですからね。編成の特徴を伸ばせるのはいい効果かと思います。続いては持ち公演水のメリットについてです。持ち公演水ですが、メリットはかなり多くなっています。必殺技のバフが一つ増える。撃破特攻の条件緩和をクリアしやすくなる。SP 回復でより SP 管理が楽に。EP 回復効果で味方全体が有利にとなります。持ち公演水に関してですが、一凸と同様にバフの発動がありますが、味方全体4ダメアップで3ターン継続可能となってます。これは一凸と違って必殺技の発動だけに影響を受けるようになっているんですよね。継続時間が必殺技のターン数に影響しないのは嬉しいポイントかなと思います。また、公演水の特徴としては、撃破特攻の数値が最低でも 60% アップします。そのため、ルアンの目安となる 180% が容易になりますね。60% という数値で言えば、縄のメイン捨てがそれくらいの数値になりますので、異物のメイン捨て1個分は緩和されるというわけです。公演水を装備するだけで条件が達成しやすくなり、EP 回復縄に変えることも可能なので、必殺技の回転率のアップにもつながります。厳正緩和という点ではかなりいいポイントかなと思いますが、他の恩恵も大きいというところなんですよね。
しかも 150% を超えた場合、必殺技の発動で SP が回復できるようになるので、アタッカーも動きやすくなります。公演性一つでバフだけでなく、味方の行動負担を減らしてくれるバフが豊富なので、とても魅力的と言えますね。以上が一突と持ち公演性のメリットになります。必殺技キーンではありますが、比べてみると公演性の方が恩恵が多いように見えますね。それでは、メリットの方を見えましたので、結論に行きたいと思います。一突と持ち公演性のどちらかを選ぶのであれば、持ち公演性をおすすめします。理由は、撃破特攻に関する恩恵が多いからです。ヌアンの撃破特攻 180% 確保に恩恵が追加されています。まず、縄を EP 回復にすることにより、通常攻撃やスキルでの EP 回復量が普段よりもアップします。しかも、ウェーブ開始時に10ポイントですが回復します。しかもこれ全員です。これが意外と嬉しいポイントなんですよね。まだ SP の回復もアタッカーが多い場合はいくらルアンが節約できるからといっても枯渇はしやすくなります。ですが攻撃をせずに必殺技で1ポイント回復できるとなると通常攻撃と合わせて1ターンで最大に回復することも可能です。一気に戦況を変えることが可能なので EP 回復の効果も相まって非常に使い勝手が良くなります。実際に僕自身も持ち公演水を獲得してから5つを狙って試してみましたが、公演水の方が恩恵としては感じやすかったなっていうのがありますね。やっぱ高価な数が多いので戦闘中楽だったなっていうのもあります。もちろん1卒も強かったんですよね。これも強いんですが、戦闘中の管理がとても楽になるっていうのところで編成の順度がさらに伸びたっていうのがありますので、個人的には公演水がいいかなっていうところになります。なので僕個人の使用感としては公演性を皆さんにお勧めしたいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。